おはようございます。9月13日木曜日午前11時になりました。暮らし研究ラジオの時間です。この番組は暮らし方をテーマに様々なジャンルを研究するラジオです。あなたの暮らしに光を注ぐ住まいづくりナビゲーターゆうりこと上村さゆりがお送りします。つばが解散引退というニュースにびっくりしているゆうりんです。近頃お忙しで大人女子の学園祭に始まって幼稚園の公演と宮古島でのお仕事と行き着く暇がありません。忙しいというと心をなくしているということですので充実していると言い換えたいと思います。この番組ではリクエストとメッセージを募集しております。暮らしのことや今日あったこと、誰かに聞いてもらいたいこと、思い出の曲などもリクエストしてください。ファックスは098-943-0094、098-943-0094。メールアドレスは797@fmginowa.com、 数字で797@fmginowan.com です。ツイキャスからのコメントも大歓迎です。FM 技能案ではホームページから映像と音声をネット配信していますのでぜひお楽しみください。ツイキャスはツイッター連動ですのでたくさんツイートお待ちしております。サイマル放送は完全全編同時放送をお楽しみいただけるリッスンラジオで FM 技能案を選曲して聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM 技能案ホームページの再生ボタンをクリック、スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオダウンロードしてください。今日もどうぞ1時間お付き合いください。オープニングは嵐でオンリーラブです。改めまして微妙な時間のおはこんにちは。9月13日木曜日午前11時を回りました。暮らし研究ラジオの時間です。今日も元気に聞いてますか。宜野湾、沖縄県宜野湾市宜野の窓からは東シナ海の水平線がくっきりの FM 宜野湾のスタジオから生放送でお送りしております。はい、私、昨日まで宮古島にいまして、あまり外は出歩いてないんですが、夕方の6時くらいにですね、車島まで行ってきて、ほとんどカフェが閉まってたということでショックを受けて帰ってきた私ですね。悲しいことに、
まず爪が折れてしまいまして、旅行中ですね、それも右手の人差し指で一番使うところ、私右利きですのでね。でしかも爪切り持ってなくて、こう、折れかかった、もう切れかかった爪を、五章大事に持って歩いてたという感じでですね、で、まあ、こわごわと扱ってどうにか帰宅するまで無事ではあったんですけれど、あの危ないという感じはもう、あんまり、いいものじゃないです。二度と同じ思いはしたくないんですけれど、爪っていつ折れるか分かんないので、本当困りますね。そしてですね、またあの、神経を抜いたはずのですね、治療中の虫歯がものすごく痛くて、痛い、もうそんな感じだったんです。なぜ神経を抜いたはずなのに痛いのなんて思ったんですけど、もしかしたら飛行機に乗ったりとかして、あの気圧の関係があったのかもしれないななんて思うんですけどね。本当何が何だか分かんないんですけど、今ちょっと収まってるんですけど、また、痛くなるのが怖いので、早速もう歯医者行ってこようかなと思っています。はい、それでは宮古島ということでですね、曲を聴いていただきたいかと思いますので、はい、下地勲で、おばThank you.
ただいまお聞きの番組は、住まいづくりナビゲーターゆうりんがお送りする暮らし研究ラジオです。時刻は11時14分になりました。沖縄料理を研究、はい、研究いたしますと言ってもまた、今日の話題はですね、沖縄料理というより沖縄の、風習になるのかな、ちょっと懐かしい沖縄で、一銭町屋のお話をさせてください。一銭町屋って、私くらいの年の、人はよく知ってるんですけど、最近は全然見ないです。どっかにあるのかなと思うんですけれど、もしあるっていうのを、知ってれば、教えていただきたいなと思うんですけど、いわゆる、そうですね、共通語で言うと駄菓子屋さんに当たるのかなと思うんですけれど、よくこう、小学校中学校とかね、近くにちっちゃなおばあちゃんとかが一人でやってるようなお店があって、でそこで、10円とかそういった感じのお菓子を買って、買い食いはダメよって言われたけれど、それで食べて帰る。幼稚園の時もね、私の時っていうのは、ちっちゃい頃ドルでしたので、1セント2セントというふうに、2セントもらうと相当ね、なんかね、超お金持ちになったような気分で、歩いてましたけどね、だいたい1セント、ね、で1セントってわざわざ言わないで1セン2センなんて言って、ただこれ日本語の、円のさらに下の線とはちょっとまた、違っててですね、この線とっていうのをそのままそれが、線一線二線っていう風になっている呼び方なんですね。でこの一線だからだと思うんですけど、一線町屋っていうのがあって、特に一線町屋っていう風に書かれてはいないんですよ、でも看板もないところが多くてですね、そういったところに行って、しかもお店にずっと常駐してるわけじゃないんです、このお店の人がですね、家族ぐるみでやってる感じでですね、その一銭町屋のおばちゃんもね、すみませんなんて呼ぶとね出てくるんですね。はいはいって言って、で子供が買いやすいっていうか、そういったものなので、本当に一袋くらいのもので、だいたい一銭とで買って、そのなんかもう覚えいろんなのあったんですけど、ガムだとか、このチョコレート、タバコの包みみたいになってる、チョコレートシガーなんていうのもありましたね。でわざとタバコをふかしてるふうな顔をして実はチョコレートだったりとかですね、そういったのもある、で当たり付き のスーパーボール、当たり付きのスーパーボールじゃなくて、当たりを引くとスーパーボールが、もらえるスーパーボールのこの、紙になって、一番大きいやつ当てたいんですけど、いつも当たるのはちっちゃいのしか当たらない。それをね投げては飛ば、スーパーボールって跳ね上がるものですから、どん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 なくしていくというね、そういったものを、楽しかったですね。で私が結構好きだったのがですね、袋入りのきな粉、きな粉って言ってもきな粉の中に、お砂糖が入ってて甘いんですね。それをねちょび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 ね
まあ、舐めながらというか食べながら歩くのが好きでですね。で沖縄の場合は沖縄名物塩せんべいで塩せんべいっていうのがやっぱりこの、うん、この一銭町屋ではですねちょっとしたね瓶みたい、まあ、プラスチックの瓶なんでしょうけどね、その中に塩せんべいが入ってて、これを取って、はい、おばさんこれっつってもらってですね、チョコレートなんかは別売りで、まあ、チョコレートつけないで食べるのも、うん、どっちかというと私チョコレートつけないで食べる派だったので、それで、うん、ガチガチして食べるというそういう状態ですね。でこの一銭町屋じゃなくて普通の町屋っていうのもあります、うん、これねコンビニの、今でいうコンビニみたいな感じでですね、営業時間はその家族が寝るまで結構ねどうしてもっていう時はね夜中とかね裏からねごめんこれ売ってと言ってね声かけて出したりとか売ってもらったりとかですね、私の家のですねまあ、那覇の、ね家の平湯を隔てた向こう側がやっぱり町屋小屋だったんですね。で後ろからですね、あれとあれちょうだいっつってで裏からお店の前じゃなくって、家の中からこう行進っていうかね、そんな感じでお金をあげて、まあ缶詰だったりとかそういったものを買ったりとかね、そういうバカなことも、昔ならではなのかなと思うんですけれど、うん、そういうやり方で、いました。でやっぱりこの一銭町屋っていうのはすごい懐かしくって、うん、ハイバルジャスコ今イオンかの中にもちょっと昔ながらのレトロな、空間みたいな、感じで作っててですね、でその一銭町屋の、雰囲気をですね、出している、ところがあります。うん、なんだかね、まあ、本当にそういったものが、まあ、移動パーラーとかも少なくなっちゃったし、なんとなく、うんうん、もう時代がこの、うん、まあ、確かに清潔にはなったのかなとは思うんですけれど、コンビニとかに、変わっちゃって、まあこの伊勢町屋で、まあ、買い食いして食べてる時も早く帰らんとダメよとか、怒られながらですねあった、うん、コンビニのお兄ちゃんが早くお家に帰りなさいみたいな感じで怒ることもないので、そういった人のつながりというのは、うん、悲しいけど少なくなったのかな、まあ、そんな風に思ったりするんですけれど、そのねさっきの一銭町屋じゃなくて町屋側の方ですけれど、本当本当にねコンビニか顔負けの品揃え、あれは素晴らしいです。必要なものが必ずある。まあ、普通の食料品もともかく当然ながら野菜とかも置いているし、あと電球とかですね、突然 の時のですね香典袋とかも、しっかりと置いてあって、ある時にねお葬式用のネクタイまであったというね、うん、本当に困らないようにもう恐るべしというか最強ですよね町屋側は、うん、でうん、わざわざこう最初昔ですねスーパーが、出てきた時ですね、うん、まあ、まあ物珍しくってこのスーパーっていうのを行ってみたんですけれど、最初にで来たのがダイエーですかね、ダイエーに行った時にですね学校ではスーパーはどういったところって、ね、値段が安いとかそんな感じで聞いてたんですけど、行った時ん高い町屋の方が安かったです、でも何でも売ってるとか、いや何でも売ってなかった、うん、という感じで、思ってたところもあってですね、まあ、社会科で習うのと実際とあれでは、うん、まあ、違ってるのかなという感じですね。それで、うん、昔はですね、うちの、
方にはですね、あの豚の養豚のおじさんがよく朝とか来てくれてですね、何をやるかというと残飯を集めるんです。で残飯あの、まあ、ドラム缶というかね、あの、缶に、それを置いといて、それをあの豚とかにあの、まあ、煮たりとかしてちゃんとあのしたるんですけど、要は人間の残りはこの豚ちゃんが食べる。でその、その餌をですね、このおじちゃんがいつもあのもらってですね、それをあのあげててという感じで、だからあの生ごみっていうもの自体がなかったですね。うん、あの本当生ごみって何だろうと思ってたら、あそういうことかって、まあ、残飯だったのなって感じで思ったんですけれど、よく私ね怒られたのがね、あの給食のパンをねよくあの持ち帰ってたんですけれど、それをねあの、まあ、食べきれなくなって捨てるんですけど、それをあのビニールごと捨ててあの怒られて、ビニールは豚が食べないって言ってですね怒られた思いがあります。うん、まあひどいねそんなのビニール当然でしょ、食べられないじゃん決まってるのをね、そうやってあげる私も悪いんですけどね、うん、そんな感じで、今日はですね一銭町屋の話題を聞かさせて話させていただきました。それではですね、曲へ行きたいと思います。そうですね、はい、今日はですね、うん、じゃあ、雪乃さんの歌で夢の場所を聴いてください。
はい、今日のお片付けのコーナーです。時刻は11時30分になりました。今日のお片付けはですね、旅するですね。いつも思うんです、こう旅行とかね、ほとんど私純粋な旅行っていうのは少ないんですけれど、何かの研修だとか、はい、今回みたいに仕事だとかそんな感じなんですけれどね、旅行の時っていうのはね、本当いかに荷物を減らすかが肝かなと私思います。で今回もですね、一泊ではあったんですけれど、パソコンとプロジェクターという大きな荷物があってですね、これがあるから、荷物が減らないって言ったらいいのかな、そんな感じだったので、それがなければおそらくね、カバン一つで行ってたのかもしれないなって思うんですね。服とかってそんなに大したことなくて、ほとんどシャンプーリンスなんていうのは石鹸とかはですね、ホテルにありますので、そういったものも持ち歩く必要ない。もちろんこだわる方はね、自分の持っていく方も多いんですけれど、私の場合は、特にあればいいという感じなの で歯ブラシとかもですね、ほとんどの場合、ホテルについてますので、もしないとしてもですね、コンビニ行って、買うこともできます。あと厄介なのがね、厄介というかあるのかないのかが分かんないのが化粧水とかそういったものですね。若い頃はそんな化粧水とかねいらなかったんですけれど、さすがに、最近はちょっとねお肌が乾燥しているというか、枯れかかってるって言った方がいいのかなと思うんですけれど、そんな感じでですね、どうしてもそのままではいられないという感じなんですね。で今回パソコンとプロジェクターは自分で持っていたんですけれど、資料は先に送っておきました。さすがにテキストとかね持っていくのは、これはまた重いなっていうのがあったので、そういったのは、先に送っておいて、帰りももちろん残った分とか資料とかはそのまま送り返したんですけれど、これがあったらおそらく腕ももげてたかななんて思うんですけれど、で重いその荷物がある時っていうのはね、飛行機の、客室に持っていくのは本当迷惑だなと思います。ただでさえ客室っていうのはすっごい狭いところなので、そんなところの、大抵そういう大きなものっていうのは頭上のポケットに入れるんですけれど、でそういったところに、飛行機の、座席ってね、通路って人一人歩くのがやっとなところなのに、そういった荷物の取ったりとかそういったものはすごい邪魔だなって思うんですよね。だから確かにこの荷物が出てくるのを待ってられないっていうのは、その気持ちもわかるんですけど、もしそれだったら先に送っておくとかですね、やっぱり手荷物っていう限りはですね、本当に手で持てる程度の荷物じゃないかと、手荷物じゃないって私勝手に思うんですけどね、どうでしょうかね、皆様そういうふうに思っていてくださればいいかなと思うんですけど、私の場合こういうふうにできるだけ荷物を減らすっていう方法をですね、常に、模索してるわけですけど、時にはですねやっぱり途中でパーティーに出るからということでハイヒールを持って行ったりとかですね、でもほとんどは歩きなので、歩くときは当然スニーカーで、そういった時もあったりします。でそういった場合はまた服とかもきちんと持って、普通の服とかじゃなくて、そのパーティー用の服とかもドレスとかも持って行ったりとかもするんですけれど、基本的に服ってそんなに重くはないので、キャリーバッグにポンポンって入るんですけれど、キャリーバッグじゃない時もあります。でやはりこの重いっていうのが一番大変なので、
あの道をね、あのガラガラガラって、あの持っていくのももちろんいいんですけど、そのキャリーバッグ自体が重いので、本当に服しか持っていかない時っていうのは、あのスポーツバッグに入れていく時もあります。よしあしですね。キャリーバッグだとガラガラガラとやってるので、その歩いてる間は重くはないんですけれど、スポーツバッグはその間ずっと、担ぐというか、肩にかけたりとかしなきゃいけない部分があって、その中、置いとける地面に置いとけないっていう欠点があるんですよね。だからあの軽いキャリーバッグがあればいいのかな、あまり持ち歩くってことはあまり、キャリーバッグっていうのは、考えてないのかなとは思うんですけれど、重いですよね。キャリーバッグってね、本当ガラガラっていうだけじゃなくて、階段の時はしっかりと持ち歩かなきゃいけないし、段差もせーので、上げなきゃいけないので、やっぱり軽いに越したことはないと思うんですけど、どうしてでしょうかね。で、私の場合はさっきも言ったように、プロジェクターだとか、パソコンだとか、そういったものを、持って歩く場合が多くてですね、そのためにキャリーバッグを持ってたような感じでしたね。今回も本当にパソコン と、プロジェクターがこのキャリーバッグのほとんどを占めて、着替えの服なんて本当丸めてちょこっと端っこに置いとけるくらいしかないんで、それがなければこんなに重くなくてもよかったのかななんて思ったりするんですけど、ところでですね、なぜか私のパソコン、旅してる最中に壊れました。壊れたというかね、画面が上下が逆になってるんですよ。なんかひどいと思いません？で、何度やっても直らないので、確かに Windows 7で、もう替え時って言えば替え時かもしれないんですけれど、ちょっと悲しいと思いますよ。一応さっきまで使ってたのが突然使えなくなって、何かなと思って再起動すると反転してるなんて、そんなのありえないし、しかも今度23日にね、私講座があるんですけど、それまでにパソコンをどうにかしなきゃいけないという使命が、今のそっと、やってきました。はい、恐ろしいです。はい、それではですね、次の曲へ参りましょう。次はですね、私が好きな曲でいきたいと思いますが、ジョン・トラボルタとオリビア・ニュートン・ジョンで You are the one that I want。
BGM が流れなくなってしまいましたが、面白建築用語のコーナーです。はい、今日はですね、床の間のお話をさせていただきたいと思います。床の間ですね。はい、床の間って、何であるのというふうにわからないという方もいますけれど、はい、あのこの、床の間、確かにそうですよね。床の間ってそんなにあれがなくてですね、使いようがないって言ったらいいのかしら、特に、機能的に優れてるとかそういうことはないんですけれど、なぜかあります。日本家屋にですね、これどこから発生したかっていうとですね、まあ、いろんな説はあるんですが、一番、これだろうなって言われてるのが、起源はですね、鎌倉時代の僧侶の住宅からとされているいます。で、壁に何か掛け軸とか絵をかけて、でちょっとまあ、畳の間に少し段が上がっているんですね。あるね、建築家がですね、床の間みたいな感じでですね、上がりがなくって、そのままそれがデザインだみたいな感じで畳と同じ、床の高さで作って、しかも床板を真っ黒くしてですね、漆塗りみたいな感じでして、ちょっとこれ床の間って言わないよななんて思ってたら、案の定ですね、そこの、家主さんのお父さんがですね、これは違う、沖縄方言で言うと売り得床の間あらんみたいな感じで怒ってですね、取り外してですね、しかもこれを黒く塗装してるのもったいないからって上を削ってったら、綺麗なチャーギって、犬巻きですね、の木だったんですね。そのチャーギの木っていうのはすごく、木の材質としてはいいというふうに言われてて、そのチャーギが、なんでこんないい木にベタベタ、ペンキ塗るんだみたいな感じで綺麗に直して、結局普通の床の間にしたんですけど、まあそうですね、新しいデザインもいいかもしれないんですけど、私このお父さんに、はい、一票を入れたいと思います。なぜこの床の間をつけたいかっていうのもあって、単なるまあね、飾りじゃないんですけど、単なるデザインではないと思うんですね。これはですね、もともとこの高貴の下が、格式高いところということであって、少し高めにしているというのがある。で、床の間は神様が、ここにいらっしゃるというふうにも言われてますので、ですから床の間と仏壇あったら、床の間の方が、はい、神座なんですね。これ沖縄だけかもしれないんですけれど、そんな感じでやっているので、あとこんな何もないところにですね、壺だけだとか生け花がポッと飾られてたりとかする、凛とした空間っていうのはすごくいいものだと思っています。茶道とかで、そういった飾り方とかそういったものが始まったみたいなんですけれど、これやっぱりこの空気感分かるっていうのは、日本人のスピリッツかななんて勝手に感じてたりとかしますね。あとはですね、この床の間には床差しをしちゃいけない。床差しってあんまり聞いたことないかなと思うんですけれど、この床差しっていうのはですね、竿縁、天井の竿縁が床の間の方に向いちゃいけないっていう決まりがあります。あと畳の敷き方もですね、畳の床の間の前で畳が切れちゃいけなくて、ですから床の間の前はしっかりと1枚の畳を横に入れるっていうのが筋ですね。切れてるところはじゃあダメよみたいな感じでですね、大工さんとかはそういったものを重々と知っているので、そういったことをすることはないんですけれど、時々ですね、何も、分かんないって言っちゃいけないんですけれど、なんでこんな縁にしちゃダメでしょうっていうのがあったりとかします。もちろん私も何も分かんなかった頃はですね、それをですね、大工さんに指摘されたりとかしたのもありましたので、こういった、
なんていうのかな、あの新しきのみを、あの突き詰めるのではなくて、古き風習、なぜそういった風になったのかなっていうのもね含めて、一緒にこの、あの建築を楽しんでいきたいと思いますね。はい、それではですね、ちょっとリクエストが入っています。はい、兵庫のカルジリアン男爵さんがですね、はい、あのももクロの、ファンで、黒い週末ということで、こちらを、おかけしたいと思います。桃色クローバー Z で黒い週末ですね。このツラノフさんは暮らし研究ラジオにリクエストしたんじゃないのかもしれないけれど、読ませていただきます。台風21号直撃でした。とは言ってもうちの地域は比較的マシだったかもしれません。とはいえ街路樹が倒れたりもしていました。川も海も用水路も離れているので台風なんてどってことないかもなんて甘えてましたが、風の被害がこんなに大きいとは反省しています。うちは大丈夫で、少し遠い親戚の2階の屋根に看板が刺さって穴が開いたのが知っている限りで一番大きな被害でした。今年の台風もう一度目だといいですね。さて、何やら変態企画の噂を聞きましたので参加したいなと思います。ももクロちゃんのファンなのに歌なしをよく聴いてる人がいるとの魔法の日の特徴の一つでしょうか。最初に話題になったのと黒い週末でしょうか。あの時のお箱はシンデレでしたね。きっとどなたかのリクエストがあるので、私は比較的新しい曲の新登場のお箱を押します。歌も最近の曲でナンバークラスの後にお箱のキープゲームサウンド歌にも離れます。ピンクポンピンクをしてよくないですか。こんなかもいとんな楽しみ企画をよろしくお願いします。ジロマク山梨最高です、ということでですね、まあ、なんか、すごいなと思いますけれど、ももかが辞めちゃったんですよね。今4人ですよね、ももクロ。私の甥っ子はですね、あのしおりちゃんのファンで、なんかポスターやらいろいろ入ってましたね。うん、あ、そのちっちゃい甥っ子はですね、かなこのファンでですね、あのさりげに赤いものを持ってたりとかして、でもかなこのファンだっていうのは知られたくないらしくって、バラすぞって言うと、って言って、かわいいじゃん。
ただいまおきの番組は FM 宜野湾から生放送でお送りする暮らし研究ラジオです。本日の放送はいかがでしたでしょうか。今日も1時間があっという間に過ぎてしまいました。そろそろお別れの時間となります。ここでお知らせがあります。整理収納アドバイザー2級認定講座が9月23日日曜日、那覇市のティルルで開催いたします。お問い合わせ090-1364-5377までお願いいたします。そして11月10日、ネストホテル那覇で開催する東京電機大学増創会記念防災講演会が、安田進教授で開催されます。この防災に対しての、意識ですね、ぜひ高めていただきたいと思います。お問い合わせは090-9788-7854の大城、もしくは、090-9578-8572の大見茶までお願いいたします。暮らし研究ラジオ、この番組ではスポンサー募集しております。詳しくは FM 宜野湾、電話ファックスが098-943-0094までお問い合わせください。エンディングは嵐でいつまでも、時間までお聞きください。それではまた来週も聞きに来てくださいね。お相手は住まいづくりナビゲーターゆうりんでした。